クレヨンしんちゃん長寿空。嵐を呼ぶオラの花嫁は2010年4月17日に公開されたクレヨンしんちゃん劇場映画シリーズ第18作目。キャッチコピーはオラ、結婚します。未来も愛もその手でつかめ。原作者薄い義人没後の第1作でもあり、映画のエンディングでは薄いへの感謝のメッセージが掲げられている。上映時間1時間39分。 劇場版シリーズで初めて未来の世界が舞台になった作品で、新之助をはじめとする野原一家と風間通ルをはじめとするカスカベ防衛隊のメンバーとメインキャラクターの未来の姿が描かれた初めての作品でもある。しかし、新之助以外でタイムスリップしたのはカスカベ防衛隊のメンバーのみであり、今回の作中のリアルタイムの時間軸において、 新之助以外の野原一家は事実上ストーリーに全く関与していない。なお、本シリーズにおいてかす壁防衛隊だけが関与した初めての作品となる。1995年公開の運国祭の野望、2002年公開の嵐を呼ぶあっぱれ、戦国大合戦の過去にタイムスリップするのと対照的である。公開前のテレビ放送では映画公開記念として、 スピンオフの特別編が放送。2010年3月26日に、映画クレヨンしんちゃん長空。嵐を呼ぶオラの花嫁公開記念春。ガベタイムパトロールイオラの花嫁が見たいぞ。2010年4月16日には、映画クレヨンしんちゃん長空。嵐を呼ぶオラの花嫁公開直前スペシャルオラ、誕生の秘密だぞが放送されている。また、 2010年4月17日に、花嫁軍団がメインとなる特番、しんちゃんと結婚したい婚活女芸人理想の花嫁への道スペシャルも放送。全国325スクリーンで公開され、2010年4月17から18日初日2日間で、動員238,831人、公衆2億7、0860008、100円になり、 映画観客動員ランキングで初登場第4位となった。公衆10億円を記録した前作、おたけべ。カスカベ野生王国との公衆対比は162.2%にもなる。さらに、公開第5週目には動員が100万人を突破している。2011年4月8日に、地上波でテレビ朝日系列で19時21時48分に放送された。 ドラえもんクレヨンしんちゃん超豪華。春のアニメメガ盛りスペシャル内のクレヨンしんちゃんの19時48分21時48分にて本作が放送された。ちなみに19時28分19時48分には通常の新作アニメ2本が放送された。ある日、野原慎之介の前にタイムマシンで時を超えた女性、タミコが現れる。タミコは 未来からやってきた、新之助の花嫁だと名乗り、未来の新之助が、未来都市、ネオトキオの支配者、金融マスゾに捕らえられてしまい、彼を救うためには5歳の新之助の力が必要なのだと語る。新之助は、半信半疑ながらも、カスカベ防衛隊の面々と共にタミコに連れられて、未来のカスカベにタイムトリップする。 未来へやってきたカスカベ防衛隊の面々が目にしたのは華やかな大都市ネオトキオとネオトキオとは対照的に荒廃したカスカベの街だった未来の世界では地球に隕石が衝突しその影響で日傘効果が起き1日中夜のような状態になってしまっていたのだ新之助を捕まえている ネオトキオの支配者、金融マスゾウは電力を供給する会社の社長で、町の電力をすべて取り仕切っているのだという。未来の年老いたヒロシとミサエ、大人になったひまわりや、様々な職業についた未来のカスカベ防衛隊と出会いながら、未来の新之助を助けるため金融の下へ、向かうカスカベ防衛隊とタミコ。しかし、5歳の新之助が現れたことを知った、 金融魔世像が放った資格、花嫁軍団が新之助と民子を狙って一行の前に立ちはだかる。花嫁軍団から逃走しつつ未来の新之助の下へ向かおうとする新之助たちだったが、その最中に民子が金融電機のロボットに捕まってしまった。新之助は自分の未来の花嫁を救うため未来の家族やカスカベ防衛隊の力を借りて、 金融の下へ乗り込んでいく。ありがとうございます。